第8章、しかし1、何よりもまず第一にしておいてよいことは、何が数の差別であるかを決定することである。そして単位についても、もしそこに差別があるなら、その何であるかを。ところで、単位どもが相互に差別されるとすれば、それは量、ポソンにおいてであるか、あるいは性質、ポヨンにおいてであるか、そのいずれかであらねばならない。だが、明らかにそのどちらも、量も性質も、単位そのものには属し得ないようである。しかし、数は数としての限り、量において差別されよう。しかも、もし単位もまた量において差別されるものであるとするなら、数と数とは、それらのものと単位どもの多さは等しくても、相互に差別されるであろう。さらに、第一の、すなわち、より先の単位どもは、より後のよりも、より多いであろうか、あるいはより少ないであろうか。そしてまた、より後の単位どもは増大するのか、あるいはその反対なのか。これらのことはすべて不合理である。しかしまた単位どもが性質において差別されているということもあり得ない。というのはそれらには以下の受動体、パトスも属し得ないからである。けだし、数にでさえも彼らの言うところでは、性質が属するのは量より後にであるから。さらにまたそれらに性質が生じてくるとすれば、それはあの1からであるか、あるいはあの2からであろうか、あろうが、そのいずれからでもなかろう。というのはあの1には性質はないし、あの2は、量を作るもの、ポソポイオンであるから。けだし、この二なる実在は、事物が他であることの原因であるから。ところで、事実はこのようではなくて何らか違っている。そうだとすれば、彼らはまず最初にこの点を説明すべきであり、単位どもの差別について、特に何故にそれらにそうした差別がなくてはならないかを明らかに規定すべきである。そしてもし規定し得ないなら、彼らはそれらの差別を何であるというのか。さて、これだけでもし彼らの仮定するように、イデアがそれぞれ数であるなら、明らかに単位どもはその全てが相互に比較可能的であり得るというわけでもなく、またそれらがあのどちらかの意味では比較不可能でもあり得るというわけでもない。しかし B1、ある他の人々が数に関して説明しているような仕方でも、何ら正しくは説明されていない。それはイデアを、端的に存在すると認めないだけでなく、数としてのイデアの何らかの存在をも認めないが、しかし数学的小対象は存在すると考え、諸々の数は存在する諸事物のうちの第一のものであり、そして一そのものがこれら小数の原理、出発点であると考えている人々のことである。なぜ彼らの説が正しくないかというに、そのわけは、ある一は彼らの主張している通り、一度も数学的小対象のうちの第一のものとして存在しているはずなのに、しかも二度もまたは三度もに対しては、そうしてある二またはある三が存在していないということは不合理だからである。というのは、ある一について言われるのと、同じことは他のすべての数についても言われるはずであるから。そこでもしも数に関しては事実この通りであり、人の仮定しているように、ただ数学的の数のみが存在しているとすれば、一は原理ではない。というのはもしそうであるとすれば、このような一は他の諸単位、他の一どもとは差別されたものであらねばならないからである。そしてもしこれがそうであるなら、そのようにある二が、他の二どものうちの第一のものとして別に存在していなくてはならず、さらにこれらに続くその他の小数についても同様であるから。しかしもしもこの一が原理であるなら、むしろプラトンの語っていたようなのが、数に関しては真であらねばならず、ある第一の二、第一の三が存在しなくてはならず、そして数は相互に比較可能的であってはならないということになろう。そしてまたもや誰かがこのようなことを仮定するとなると、ここから多くの不可能な結果が生じることは、先に述べられた通りである。しかし、いずれにせよ、このような結果になるか、あのような結果になるかのどちらかでなくてはならない。したがって、そのどちらもが不可能である以上、数が離れて損するものであることはあり得ない。だが、これらからしてまた、C、第3番目の説明の仕方、すなわち、エイドスどもの数と、数学的の数と同じであるとする仕方が最も切裂であることは明白である。というのは、一つの見解のうちに二つの誤りが重なり合っているからである。すなわち一方、数学的な数はこのような仕方で存在するものではあり得ないのに、しかも彼、この第三の説の主張者は、彼独自の仮定をいろいろ仮定してそれをでっち上げねばならず、そしてまた他方、エイドスどもの数の説を唱えた人々と出会うのと、同じ結果になるような説を彼もまた唱えざるを得ないからである。しかし B、2、ピタゴラスの塔の説明の仕方は、一面においては前述の人々のよりもより少しの難点を持っているが、多面においては彼ら独自の他の難点を持っている。すなわち一方、数を離れて損するものとしなかった点では、彼らの仕方は先の不可能な諸結果の多くから免れている。
しかし他方、彼らは物体を数から構成されているとし、そしてこの数を数学的な数であるとしているが、これは不可能である。というのは不可分な大きさということは真でないからであり、またもし仮にこのような大きさがあるとしても、単位はすべて大きさを持っていないからである。だとすると大きさが不可分割的なものどもから構成されるということがどうして可能であろうか。しかも数は算数学的な数である限り、単位的なものだから。だがあの人々は数を存在事物、他、本他だと説いている。少なくとも彼らは、あたかも物体がそうした存在する数どもからなるものであるかのように、諸々の物体に彼らの定理を適用している。さて、もしこのように数がそれ自体で存する何者かであるとされる限り、必然的に常実の仕方のいずれかで存在すべきであるならば、しかもこれらのいずれの仕方でもっても存在し得ないとすれば、明らかに、数は数を離れて存するものとする人々の作り上げているような、そのような本性、実在性を持つ何者でもない。次に、1、果たしてその各々の単位、括弧1、同等化された単位と大と小とからなるのか、あるいは括弧2、ある単位は、小からなるが、ある単位、他の単位は大からなるのか、そのいずれであるか。そこで、もし後の場合、括弧2であるなら、A、各々はその構成要素のすべてからなってはおらず、また B、それらの単位は相互に無差別的なものでもないであろう。なぜなら、ある単位のうちには大が含まれ、他の単位のうちには小が含まれていて、この小はその本性において大とは反対のものであるから。さらにまた C、3それ自体のうちにある単位どもについてはどう説明されようか。というのは、これらのうちの一つは、非なる、ペリツテ、割り切れない余分の単位だからである。だが、おそらくそれゆえに、彼らは1それ自体が奇数の真ん中、メソンにあると考えたのだろう。しかし、かっこいい、もし2つの単位のどちらもが、同等化された大と小とからなるのだとすれば、A、どうしてあの2が、それ自体はある単一な実在であるのに、大と小とからなり得るのであろうか。あるいはどうしてあの2が、それらの単位の1つと区別されるのか。なおまた B、あの2よりも、その単位の方がより先であるということになろう。というのは、これがなくなれば2自体もなくなるであろうから。こうしてこの単位はあるイデア、すなわち2それ自体よりも先にあるものだから、あるイデアのイデアであらねばならず、あの2よりも先に生まれたものであらねばならないということになる。では何から生まれたか。不定の2からではあるまい。なぜなら不定の2は単位ではなくて、2を作るもの、デオポイオス なのであったから。さらにまた、2、数は、無限であるか有限であるかのいずれかであらねばならない。というのは、彼らは数を離れて損するものとしているからして、従って数がこれらのいずれでもないということはありえないからである。だがしかし、括弧1、数が無限ではありえないということは明らかである。なぜなら、A、無限の数は奇数でもなく偶数でもないが、数の生成は常に奇数の生成であるか、偶数の生成であるかのいずれかだからである。すなわち、ある仕方、仮法では、1が偶数に働きかける場合、奇数が生じ、他の手法、情報では、2が偶数に働きかける場合、1からその倍化で得られる偶数が生じ、同じ他の仕方でも、奇数が偶数に働きかける場合には、その他の偶数が生じる。さらに、B、もしあらゆるイデアがそれぞれある何者かのイデアであり、そして数がそれぞれイデアであるなら、無限の数もある何者かの感覚的な事物のか、またはその他の何者かのイデアであるはずである。にもかかわらず、このことは彼ら自らの前提からするも不可能であり、また理論的にも不可能である。少なくも彼らがその通りにイデアを配置してみるならば。しかし、括弧に、もし数が有限であるとすれば、それはいくつまであるか。このことについては、単にそれがいくつまであるという事実だけでなく、何故にそれだけあるかという理由も説明されなくてはならない。だがしかし、もしもある人々の言っているように数が10までしかないとすると、A、第一に問題になるのは、それだけではすぐさまエイドスが足りなくなりはしないかということである。例えば、もし3が人間自体であるとすれば、その数が馬自体であろうか。けだし、おのおのがそれぞれある何者かのそれ自体であるはずの数が10まで、すなわち1から10までの10個しかないということだから。従って、馬自体の数も必ずこれら10個の数のうちのどれかであらねばならない。というのは、実体であるイデアであるのは、これらの10個の数だけだというのだから。しかし、いずれにせよ、これだけでは足りないはずである。なぜなら、動物の種、エイデイは10個を消化していようから。同時にまた、
B、明らかにもしもこのようにあの3が人間自体であるなら、他の3どもの各々もまたそうであり。というのは同じ数のうちにある3どもはいずれも同様のものだからだ。したがって人間どもの数は無限であるということになる。すなわちもしも3どもの各々がそれぞれ一つのイデアであるなら、これらの各々が人間それ自体であることになろうし、もしそうでないとしても少なくもそれらは人間どもであろうから。そしてまた C、もしもより小なる数がより大なる数の部分であるならば、すなわちその同じ数のうちにあって、その数をなすところの初単位が、比較可能なものであるような数であるならば、そうした場合には、もしも4それ自体がある何者かの、例えば馬のまたは白のイデアであるなら、人間は馬の部分であるというようなことになろう。もしも人間が2であるとすれば。しかしまた D、10には10のイデアが存在するというのに、11のは存在せず、その他これに続く小数のそれぞれにもそれのイデアは存在しないということは不合理である。だがさらにまた、E、彼らによると、それぞれの事物のエイドスは、その事物の存在や生成の原因であるはずなのに、ある事物にはそれのエイドスは存在しないと彼らの言っているような、そのようなある事物も、事実際には存在し生成しているが、そうだとすると、何が故にこのような事物にだけはそれのエイドスが存在しないのか。だからエイドスは事物の原因ではないとするほかない。さらにまた F、もしも10までの数が10それ自体よりも何らか一層優れて存在であり、エイドスであるとすれば、しかもこの10までの数はそれぞれある一つの存在として少しも生成しないのに、10それ自体を生成するとすれば、これも不合理なことである。そのくせ彼らは1から10までの数を完全な数とみなして、その説の仕上げに努めている。少なくも彼らはこれらの数のうちに派生的諸実在を、例えば空虚、類比、気、その他そのような諸実在を生成させている。というのは彼らは運動と静止、善と悪などを原理的なものとし、その他の事物を数に帰しているからである。だから彼らは奇数の原理を1それ自体と同一視しているのである。というのはもしも奇が3のうちにあるとしたらどうして5が奇数でありえようか。さらにまた彼らの説明では大きさその他その類のものも、すべてあるいくつかまでに、例えば第一の不可分な線、次には2、等々、そしてこれらはもう10までに限られている。さらに3、もし数が離れて損するものであるなら、次のような難問が提起されよう。すなわち、果たしてどちらが先か。あの1と変が先か、それとも3とか2とかのような数の方が先か。ところで、数が初単位の複合体である限りにおいては、あの1の方が数よりも先であるが、しかし、普遍的全体的なもの、または係数が先であるという意味では、数の方が先である。というのは、初単位の各々が、数の部分であり、その質量に相当するものであるとすれば、数そのものはそれらの形相に相当するものだからである。また直角は鋭角よりもある意味では、すなわち直角が決定者であり、その説明方式において先であるという意味では先であるが、しかし鋭角が直角の部分であり、直角は鋭角に分割されるという意味では、鋭角の方が直角よりも先である。だからして質量としての意味では、鋭角または構成要素または単位の方が先であるが、その係数においては、すなわち説明方式としての実態においては直角の方が、または質量と係数とからなる全体の方が先である。というのは、この両者からなるものの方がその係数に、またはその説明方式で表されるものにより多く近いからである。無論その生成の順から言えば後であるが。では、どうしてあの1と変が原理ある件の始まりなのか。それは不可分割的だからであると彼らは言う。だが、不可分割的といえば、普遍的全体的なものもそうであるが、また部分的特殊的なものや構成要素も不可分割的である。しかし、それは互いに異なる仕方で原理または始まりなのである。すなわち、前者はその説明方式において原理だったのであり、後者は時間的関係において始まりなのである。では、どちらの仕方であの位置は原理なのか。ただし、今も述べたように直角が鋭角よりも先であるとも考えられるが、また、鋭角が直よりも先であると考えられ、そしてそのどちらも一つである。だからして彼らは両方の仕方で一を原理ある系であるとするのである。だがこのことは不可能である。なぜなら一方、普遍的なもの数は、係数として実体としてであり、他方、構成要素単位は、部分として質量としてであるから。というのは両方のどちらも、数もその単位どもも、ある仕方では一つだからである。しかし真実には少なくも数があるものの、ある一つのものであり、しかも国粒の一中積のようにではなくて、むしろ異なる数はそれぞれ異なる単位どもからなると彼らも言っているような数である限り、例えば2なる数をなすところの単位どもの各々は、ただ可能体において存在しているだけで、完全現実体において存在しているのではないのである。これが真実であるのに彼らが誤謬を犯すに至った原因は、
彼らがその探求を数学的の立場から進めると同時に、普遍的主概念規定を求める立場からも進めたことにある。それがたまに、A、前の立場から彼らはあの一と辺を、すなわちその原理、ある形を点として取り扱った。というのは、単位モナスは H のない点だからである。そこである他の人々が極小の部分から寄せ合わせて諸存在を作り出していたように、彼らもそのようにして、結局単位は諸々の数の質量であることになり、2よりも先のものであることになるが、しかも同時に再びまた、2よりも後のものであるということにもなっている。というのは、その2をある全体的なものとして、一つのものとして、形相としているからである。また B、普遍的なものを探求する彼らの立場の上に、数の普遍的実合としての1が、数をなす単位と同じように数の部分として取り扱われた。しかし、これら1と単位とが同時に同じものに属することは不可能である。しかし、もしもあの1それ自体がただそれのみ1のないもの、モノンアテトン、または単位的なもの、モナディコンであるべきならば、というのは、これが単位と異なっているのは、それが、ただこれが原理であるということだけだからであるが、そして2は可分割的であるか、単位はそうで、2は可分割的であるが、単位はそうでないとすれば、単位の方が2よりも、より多く1それ自体に類似物である、類似的であるということになろう。だが単位がそうであるなら、1それ自体は 2によりも単位により多く類似的だとすべきであろう。したがって2のうちの両単位の各々はどちらも、この2そのものよりも先のものでなくてはならないであろう。しかし彼らはこのことを否定している。少なくともこの2をまず第一に生成させている。さらにもしもこの2それ自体がある一つであり、3それ自体もまたある一つであるなら、これら両者で2、2つになるが、ではこの2は何から生成するのか。第9章。さらに数と数との間には接触はなくて、ただその単位と単位とが相次ぐ関係に、すなわちその中間には何も存在しないところの単位と単位とが、例えば2のうちの単位と3のうちのそれとが相次ぐ関係にあるだけであるから、ここに果たしてこれら2と3とが1それ自体に次ぐものなのか否か、また果たしてこれに相次ぐものどものうちでは、2がより先なのであるか、あるいは2のうちの両単位のどちらかがより先なのであろうか、という難問も提起されよう。さらに4、同様の難問は数より後の種類、書類、幾何学的諸対象、例えば線、面、物体、立体などに関しても起こる。括弧1、ある人々はこれらを大と小との諸々の種から発生させている。例えば長さ、すなわち線を長と短から、面を高と小から、体積を真と線から生成させている。けだしこれら長短、高強、深線は大と小との種であるから。だがこのような事物、幾何学的対諸対象のあの1に相応する原理については、異なる人々がそれぞれ異なる説を立てている。そしてこれら諸説のうちにもまた明らかに不可能なことや作り事や全く当然の理に反したことが数限りなく認められる。けだし A、これら幾何学的諸対象はもしこれらの各々の原理が互いに他の原理を組み合っていて、例えば高と強がまた長と短とでもあるというような関係にあるのでないならば、互いに他から解き放されることになろう。だがもしこのような含み合う関係にあるなら、面がある線でもあり、立体がある面でもあるというようなことになろう。さらに角や図形やその他についてはどのような説明が与えられようか。また B、ここでも数に関しての場合と同様の不可能な結果が生じる。というのはこれら長と短などは大きさの様態、パテであるが、これらから大きさが構成されているのではない。言い換えれば、これらが大きさの質量ではないからである。そしてこのことは、あたかも長さ、線が直や極から構成されてはおらず、立体が角や素から構成されてはいないのと同様である。これらの説の全てに共通しているのは、類の種としての種についての場合に生じる難問である。すなわち、それは誰かが普遍的なものを想定する場合、果たして動物それ自体がある特定の種の動物のうちに存するのか、それとも動物それ自体とは異なる他の何者かのであるのかという難問である。この場合、もしその誰かがそれを離れて損するものと想定しさえするしなければ、これは何らの難問でもないのである。しかし、あのような説を唱える人々の言うように、あの1や諸々の数が離れて損するものだとなると、解決は容易でない。もし容易でないという語が不可能なことだという意味を表すべきだとすれば。けだし、誰かが2のうちの1を考え、または一般に数のうちにある1を考える場合に、果たして彼はそうしたあるもの自体を考えるであろうか、それともある他のものでもあるまいか。
ところで、ある人々は大きさをあのような質量、長と短などから再生させているが、括弧にある他の人々は大きさを点とある他の質量とから生成させている。ただし点はこの人々の見解では一と同じものではないが一のようなものであり、またその質量というのも多さのようなものではあるが多さのあるものではないとされている。だがこれらについても先のに劣らずいくつかの同様の難問が出てくる。すなわち A、もしその質量が一つであるなら、線と面と立体とが同じものであることになろう。というのは同じ構成要素からなるものは同じであり、一つであるはずだからである。だが B、もし質量の種類が一つより多くあるとすれば、すなわち線にはある質量があり、面には他の質量があり、さらにこれらの他に立体のがあるとすれば、これらの質量は互いに他の質量を含み合っているか含み合っていないかのいずれかであるが、そのいずれにしてもなお同じ不可能な結果が出てくる。すなわち、面は線を含んでいないということになるか、あるいは面は線であるということになるか、そのいずれかであるから。さらにまた、5以下にして1と多さ、プレートとから数が生成されるか、この説明も全く試みられていない。だが、たとえ彼らが、どのように解こうと、彼らに対しても、あの1と不点の2とから、数を生成させた人々に対してのと同じ困難な諸結果が出てくる。というのは前者は数を普遍的に述語される多さから生成させていて、ある特定の多さからではないが、後者はある特定の多さから、しかも第一のから生成させている。というのは第一の2がある多さなのだから。したがってこの両者の間にはほとんど全く差別がないと言ってもいい。むしろ両者には同じ難問が伴っている。すなわち括弧1、あの両要素を一つにするのは混合か、配置か、混和か、生成か、等々という問題が。だが、括弧に何よりも最も問題にされるのは、もし各々の単位が一つであるなら、この一つは何から生成するかであろう。というのは確かに、この各々は1それ自体ではないからである。そうだとすると、しかし、この単位の各々は1それ自体と多さとからか、または、それ自体と多さのある部分とからかで張らねばならない。ところで単位がある多さであると主張することは不可能である。なぜなら単位は不可分割的だから。しかしまた単位が多さのある部分からなるということにも他の多くの困難がある。というのは、括弧へそのためにはこうした部分の各々が不可分割的で終わることは必要であり。そうでないならその部分もある多さであり、したがってそれからなるところの単位が、か分割的であるということになろうから。そしてまた構成要素は1と多さとではないことになろうから。なぜならここでは各々の単位は多さと1とからではないのだから。さらに B、この説を唱える人の知っているのは何でもなく、ただ数をある他の数から生成させているだけのことである。というのは不可分割的なものどもの多さというのが彼によると数のことなのだから。さらにまた、括弧3、このような説に関しても探求されねばならないのは、数が果たして無限であるか、それとも有限であるかという問題である。というのは、初めにある有限な多さもあったと彼には思われた。そして、この有限な多さと1とから有限な単位どもが、そして彼によると、多さそれ自体にある多さがあり、その他にある無限な多さがある。だが、そうだとすると、どちらの多さが1とともに構成要素をなすところの多さなのか。だが、同様にまた、括弧4、点に関しても、すなわち彼らがそれを構成要素として、諸々の大きさを作り出しているところの点に関しても探求されるべき問題がある。というのは、ただこれだけが一つの唯一の点ではないからである。では、その他の点どもの各々は、何からか、まさかある問題と点と、それ自体とから、でもある前から。しかし、またこの感覚に、不可分割的な諸部分があって、あたかも先に多さに不可分割的な諸部分があって、これらから諸単位が構成されると言われたように、であることもあり得ない。なぜなら、数は不可分割的なものども、諸単位から構成されるが、大きさはそうはいかないから。さて、これらのすべてやその他このようなことは、数や大きさが離れて損することの不可能であることを明確にしている。そしてさらに、数についてあの人々のそれぞれの説明の仕方に不一致の損することは彼らの認める事態それ自らが真実でないがために彼らに混乱を与えていることの証拠である。けだし、括弧1ある人々はただ数学的諸対象のみを感覚的事物よりも
他に別に存在するものであるとし、イデアに関してはそこに存在する難点や虚構に気づいて、エイドス的の数、エイデテイコスアリトモスを捨て去った、捨て去り、数学的の数を原理とした。また、カッコにある他の人々はエイドスを同時にまた数であるとしようと欲したが、しかしこのような原理を立てるとどうして数学的の数がエイドス的の数より他に別に存在し得るかという難点には気づかないで、エイドス的の数と数学的の数と原説ロゴスの上では同じであるとした。ただし、真実エルゴンにおいては数学的の数は無にされた。というのは、彼らは数学的の仮定ではなしに彼ら独自の仮定を解いているから。しかし、カッコさんは最初にエイドスの存在を想定し、エイドスを数であるとし、数学的諸対象を存在するものとした人は、当然、数学的諸対象をエイドスから切り離した。したがって結局、これらの説は、いずれもある点では当を得ているが、全体としては不当である。そしてその不当であることを、彼ら自らが、互いに同じ説をなさない、相反する説をなしていることによって、同意確認している。そしてその原因は、彼らの仮定や原理が、いずれも偽であることにある。けだし、不正なことを元にして正しく語ることは困難である。ピカルモスによると、それが語られるや否や、すぐさまその不正が現れる。だが、数に関しては、その諸難問の検討や解決はこれだけで十分だとしよう。というのは、これより多く述べても、重複しているものはますますよく重複するであろうが、これでもまだ重複しないものを重複させることには、これ以上何の役にも立たないからである。しかし、A、第一の諸原理、第一の諸原因、諸構成要素に関しては、ただ感覚的な実態についてのみその規定を行った人々の諸説は、そのあるものは自然に関する諸論文の中で述べられたし、あるものは当面の研究には属しない。しかし、感覚的な事物の他にある別の実態が存在すると主張する人々の諸説は、先に述べられた諸説の次に研究されるべきである。ところで、ある人々はイデアと数とこのような実態であるとき、そしてこれらを構成する要素が存在事物の構成要素であり原理であると説いているからして、我々はこれらに関して彼らが何を説きまたどのように説いているかを検討しなくてはならない。さて数のみを、しかも数学的な数のみを原理であるとした人々のことは後で検討されねばならないが、しかしイデアを説く人々に関してはその説明の仕方と同時にそれについての難点をも研究すべきであろう。というのは彼らはそれぞれのイデアを普遍的なものとしていると同時に再びまたそれを離れて損しかつ個別的に存在するものとしているからである。このことがいかに不可能であるかということはすでに先に暗問として尊求された通りである。しかもこれら普遍性と理論的個別性とがその実態を普遍的なものと説いた人々において同一のもののうちに結び合わされ得た理由は彼らがその実態を感覚的事物と同一しなかったためにある。彼らは感覚界の個別的事物は流転していて、それらの何一つも同一にとどまるものはないと考え、そして普遍的なものはそれらより他に存在し、それらとは異なるあるものであると考えた。もっともこうした考えを誘発したのは先の箇所でも語った通り、ソクラテスその人であり、彼の求めた定義によってである。ただし彼はそれの諸定義を個別的事物から切り離しはしなかった。そしてこの切り離さなかった点では彼の考えは正しかった。このことはその諸結果から見ても明らかである。というのはもちろん普遍的なものなしには認識は得られないが、これを個別的事物から切り離すことは、あの困難な諸結果がイデアに関して生じてくることの原因であるからである。しかるに彼らソクラテスの後継者たちは、いやしくも感覚的、流転的な事物より他にある実体が存在すべきであるからには、これらの実体は感覚的な個別的事物から離れて損するものでなくてはならないと考え、しかも彼らは単にそうした実態を持っていなかったので、あのように個別的事物について普遍的に実語されるものどもを離れて損する実態であるとした。その結果、普遍的なものと個別的なものとはほとんど同じ本性の実在だということにならざるを得なかった。だがこのことはそれ自身、常実の見解の持つ難点の一つであろう。第10章。イデアを説く人々にも、またそれを解かない人々にも損するところのある難問、すなわち最初に、諸難問を指摘した箇所でも先に述べられた難問に、これについて我々は今これから論じることにしよう。けだしこの難問というのはもし誰かが実体を離れて損するものと想定しないならば、しかも個々の存在事物がそう言われるような仕方で個々別々に離れて独立に存在するものと想定しないならば、我々の言う意味での実体は無にされるであろう。だがもし誰かが諸実体を離れて損するものだと想定するなら、どのようにして彼はこれら諸実態を構成する諸要素、諸原理を想定すべきであろうか、という難問である。
そこで括弧1、もしこれらが個別的なものであって普遍的なものではないならば、A、存在する所持物はまさに構成所要素がそれだけあるのと同じ数だけあることになり、そして B、構成所要素は認識されうるものでないことになろう。けだし、A、仮に言語における語説の各々それぞれ実体であるとし、語説をなす事母ども、ストイケイア、例えばアルファとベータを実体の構成所要素、ストイケイアであるとすると、語説ベータアルファはただ一つあり、その他の語説もその各々はそれぞれただ一つあるのみだということになるからである。いやしくも語説の各々が普遍的なものではないとされ、種においてなしにそれぞれのその数において一つであり、同語意義的なものではなくてこれなる特定のものであるとされているからには、のみならず彼らイデアを説く人々は、事物がまさにそれであるところのそれ自体を、それぞれただ一つ唯一であると想定しているのだから。そしてもし各々の語説がそれぞれただ一つであるなら、同様にまたそれぞれの語説を構成するものとも、事母とももまたそれぞれそうであろう。そうだとすると、一つより多くのアルファともは、一つより多くのアルファどもは存在し得ず、その他の事母とも、ストイケイアの各々も、語説の各々がそれぞれ互いに他と異なっていて、一つより多くは存在しないのと同じ論理で、それぞれ一つより多くは存在し得ないはずである。だがしかし、もしこの通りであるなら、構成所要素、ストイケイアより他には、他のいかなる存在事物もなし、なく、存在するのはただこれらの構成所要素のみという不合理なことになる。さらにまた B、構成所要素は認識されうるものでもないということになろう。なぜなら構成所要素は今ここでは普遍的なものではないのに、認識は普遍的なものについてであるから。そしてこのことは諸論章から見ても、諸定義から見ても明らかである。というのはこの三角形の内角の和が二直角であるということは、あらゆる三角形の内角の和が二直角であるということなしには推理されず、この人間が動物であるという推理は、あらゆる人間が動物であるということなしには成立し得ないからである。しかし、括弧にもしこうした証言に、または構成所要素を普遍的なものであるとすれば、これらから構成される実体も普遍的なものであるということになるか、あるいは実体でないものの方が実体よりも先であるという不合理なことになるか、そのいずれかである。というのは、普遍的なものは実体ではなくて、構成要素または原理は普遍的なものなのであり、そして構成要素または原理の方が、これをその構成要素とし、または原理とするところの事物よりも先であるからである。さて、これらのあらゆる困難な結果は、彼らが構成所要素から諸々のイデアを作り出すとともに、同じ係数を A 度数を有する諸々の実体とは別に、イデアどもをあると唯一の話されて存在するものであると主張するときには、いつでも生じるのが当然である。しかし、A、もしも例えば言語の構成所要素、例えば事母どもの場合にそうであるように、アルファどもやベータどもが数多くあっても差し支えなく、必ずしもアルファそれ自体とかベータそれ自体とかが数多くのそれらとは別に存在していなくても良いとすれば、少なくもこの限りでは同じ種の語説もまた無限に多く存在しえよう。だが B、およそ認識は普遍的であるということを従って必然的に、存在する諸事物の諸原理も普遍的なものであらねばならず、話されて個々別々に存在する諸実体であってはならないということ。このことにも確かに常実の諸難問中での最も重大な難問が含まれている。しかしこのように言うことはある意味では真であるが、ある意味では真ではない。というのは認識というのにも認識するというのもそうであるように、二つの場合、すなわち可能体におけるそれと現実体におけるそれとがあるからである。ところで可能体は質量としてそれ自ら普遍的であり、無規定的であるとともに、普遍的なものや無規定的なものに関するものであるが、現実性はそれ自ら規定されたものであるとともに規定されたものに関するものであり、それ自らこれなるある特定のものであるとともにこれなるある特定のものに関するものである。ただし、主体的には視力の現実体の普遍的な色を見る。という意味は、その見ているのはこれこれの特定の色で、これこれの特定の色であるが、この色も一種の色、普遍的な色の一つだからである。そのようにまた文法の勉強をする人が現に勉強しているのはこの特定のアルファについてであるが、このアルファもあるアルファ、普遍的なアルファの一つだからである。ただし原理が必然的に普遍的なものである場合には、例えば論証においてそうであるように、この原理から出てくるものも必然的に普遍的なものである。そしてもしこの通りであるなら、話されて個別的に存在するいかなるものも、従ってそうしていかなる実体も存在しないはずである。だがしかし明らかに認識はある意味では、すなわちその可能体においては、普遍的なものについてであるが、ある意味ではそうではない。